姫神様に願いを、は、藤原新ィー著、みゆき、イラストによる日本のライトノベル、コバルト文庫館の少女向け小説、2006年7月完結、本編は全23冊、外伝、番外編などが計11冊、2006年7月28日までに、総計34冊が出版された、革月館発行の雑誌、 コバルトにて不定期に短編が掲載されている。このシリーズは大きく戦国時代編と平安時代編に分けることができる。前者が物語の大筋をなす本編である。平安時代編はタイトルがすべて英語で、主人公は安倍の生命である。簡単に言えば本編の主人公二人の前世と過去が絡んでくる。声優名があるものはドラマ CD のキャスト。 内容は上記した通りだが、あくまで海にとっては記憶のない前世で、天にとっては過去である。この番外編の特徴としては、上記した通りタイトルがすべて英語というのもあるが、さらにこの番外編すべてのタイトルに社員がつく。また作中では、鴨野ノ則と田谷ヒ子は夫婦とあるが、この作品の中だけでの設定。ただし二人とも実在の人物である。また、 平安時代編のさらに番外編として、青少納言なぎ子というシリーズも存在する。2005年12月現在第3巻まで刊行。主人公はタイトルの通り、平安時代編に登場した狐性のなぎ子ではあるが、聖少納言として、大代理の東家殿に住まう中宮の藤原帝氏に仕えている。なぎ子の性格や容姿も異なっており、わずかながらに時代も異なる。 しかし、聖少なごとしてのナギコは、狐性としてのナギコが転生したわけではない。あくまで同一人物である。第一部、第二部、第三部、第四部番外集。ありがとうございます。